間はドラマは存じ上げていたんですけど、こうやって来ることができてすごく嬉しいです。今日はありがとうございます。今日は私もちょっと突然なんですけど、お二方に会いに来たんですけど、そのまま司会をするという映画パーソナリティをしています松岡です。よろしくお願いします。先生、映画いかがでしたか？ちなみに今絶賛上映中の、はい、またもんじゃないのは君も一緒、ご覧になっている方いらっしゃいますか？素晴らしい、素晴らしい。また今日話を聞いたらもう一度足を運んでくださると思います。はい、はい、で、ザーマンさんも、はい、お久しぶりです。そうですね、ひとみさん久しぶりですね。でも2人がこのコナコは男選びが悪いっていうのが今日1回目の作品になるんですけれども、はい、2本目か、はい、2本目です、ごめんなさい、はい、そうね、あ、そうですね、順番でしたもんね、はい、作って順番ですから。でこれ2006年じゃないですか。そうですね、はい、ね、だいぶ15年前、ですね、撮影自体が2005年なので、はい、16年前ですね、これって懐かしい。あのまずお二人はどうこのコナコを選んだ理由とか、はい、まあそのいきさつ、はい、ぜひ教えてください。まずこの脚本ができまして、はい、でコナコ名前をつけたんですよ。まあ、大体そうなんですけど、この子、まあまあ、普段ない名前じゃないですか、はい、それにこう合う女優がいいなと思って周りにいなくて、でさ、友達でその小沢さんとお知り合いの方がいまして、で小沢さんと知り合いだよって言われて、でその前の年、隣の年に少女っていう舞台でさんの監督作で小沢さんが出てて、その頭にあって、あ、この子合うと思って喜んでいいのかな、喜んでいいのか、直感っていうか、はい、なんかそういうイメージがあったんで、あ、ぜひと思って、で脚本を先に送ったんですか、ね、多分そうです。脚本とあと DVD の DVD の女が入っているのを貼っていただいて、それで送らせてもらいました。脚本が高田亮さんですか、はい、初めて、そうですね、あのまともじゃないのは君も一緒の脚本の高田さんと初めて一緒に作ったというか、はい、共同脚本という形で一緒に作った作品ですね。で、まゆさんはその脚本をご覧になって、その時何歳、その時20、あの子は2005年撮ったから24とか、そう、そのぐらい、少女の時は19歳ですよね。そうです、そうですよね、大変な作品に、うん、がデビューでしたね。少女はそうですね。本当にもうお疲れ様って言ってあげたい。過去の自分によくよくよくやったねって言ってあげたい。なるほどね。でまあね、奥田瑛二さん の, あの地元で撮った作品なんですけど。そうです。愛知県でね。ね、愛知県で撮ったで撮ってるんですけど。はい、でまあそれであの前田監督の脚本に届きました。こんな子。はい。最初読んでどうでした？いや、天才かと思いますよ、本当。あの、過去作っていうのと女も見て、コナコの脚本も読んで、めっちゃ面白いと思って、絶対やろうと思いました。まあ、コメディやったことなかったんです、うん。すごい面白いと思って、絶対やると思います。セリフが多いなぁ、みたいな思いました、思いました。思いましたけど、すごい、ああやりたいと思って、だからその後お会いしたんですけど、うん、はい、ここすぐやりますって。したと思います。なるほど。で、まあ、自主制作時代のね、こう本当にもうたくさんあるんですよね。その中から今日もご覧いただいたんですけど、ね、ここは特になんかあの動物園だったりいろんな場所とかが、うん、結構ゲリラというか、うん、ゲリラ。いや、一応電話したんですよ。動物園に電話して撮影したいんですけど、まあ、当時ですから。みんな撮影してるんで勝手にやってくださいって言われて、でその場でこう撮影したりとかして、結構少人数で撮ってましたね。そうですね。吉岡さんと私、そうですね。楽しいですか、ね。そうですね。あと前田さんとか、みんな初めましての方ばかり、うん。私は皆さん初めましてだと思います。うん、そうですよね。そうです。そうです。うんうん、この野さんとかも初めましてです。野翔平さんもね。そうです。野翔平さんね。
翔平さんがいたから前田浩二監督っていう監督ができたんですから。なんつったっけ。ああ、いや、ね、ずっと宇野さんは前田さんの作品も自主制作者やからずっと出てますよ ね、 そうですね、うん、僕が一番最初に本当に自主映画を作り始めたのが、うん、花むぐりっていう映画がありまして、はい、それはまあきっかけは宇野くんが、僕はまあ当時何もしてなかったんで、うん、映画撮ってみたらみたいな、俺主演で出るからみたいな感じで、じゃあちょっとやってみようかみたいな感じでやり始めたのがきっかけというか、うん、その時はビデオ屋さん、ライブを、その時はティアトル新宿で働いてましたね。ビデオ屋さんは高田さんだったと思う。あ、いや、ビデオも実は、あ、そうなんですか。東京来て、新宿にある新宿ツタヤってところで2年半働いて、うん、バイトですけどね、アルバイトして、その後、ティアトル新宿で9年間ねえ、長々と、ねえ、すごいの。小野さんに映画撮ってみたらっていうのも、それもすごいですよね。でも、まあ、ね、同い年でちょっと家も結構近かったんで、なんかね、撮れそうかなみたいな。当時のミニ DV テープがもうビデオだったんで、800円とかの時代なんですよね。だからビデオ、ミニ DV テープ買ってきて、ちょっとバイトで、ちょっと生活も節約して、何万円まで。勉強とかしてないってことですよね。そうやってない、ちゃんとなんかちゃんとした学校行ったりとかしてないんですもん ね、 ね。だってしかも誰にもついてないわけでしょ。そういうことですよね。監督、助監督とかもやってないんですよ。そうなんですよ。だから割にいるじゃないですか。助監督やってないで監督さんになった方とか、今はね、うん、でもその頃ってそんなにいなくないですか、前田さんの時って。あ、なんか学校が多かったです。学校行ってる方が、ね、とか助監督もあって、コンペティション出すとかね。友達がいないんですか、うん、そうです。監督の友達が。だから高田さんはわりかしピンク映画の助監督やったりとか、うん、助監督か、助監督やって、あと自分で映画撮ったりもしたんですよ。そこで、ちょうど知り合いの役者さんがいたんで、で、その知り合いの役者さんが出てる、なんか自主映画が、うん、あって、それをたまたま VHS 借りて見たら、すごい面白くて、うん、誰も高さんのことすごい、なんか映画祭とかも何にもかかんなくて、うん、でこんな面白いのにと思って、うん、で、僕には絶対書けない脚本を書いてるなと思ったんで、うん、ちょっと会いに行ってみるかと、一緒に会いましたみたいな感じでした。でも、すごいですよね。うん、すごいですね。すごいですね、高田さんの前田さん。でも、ご一緒されて、でまあ、今、ね、十何年経って、もう、撮り続けてる。うん、そうです。あの、なんか、その、仲間として、仲間っていう意味がある。なんか、最初、本当にこの子やった時は、もう完全に自主制作で、言うと、私、その、少女っていう映画で、あの、デビューして、その、なんか、国際画祭とかもなんか行かせていただいた後だったんで、なんか、この子の時に、インタビューされた時に、なんで小沢さん、こんな言い方あれですよ、こんな自主制作出てるんですかとか本当言われたことがあったんですよ。そういう時代だったんです。なんか今みたいに今は結構有名な方でも自主制作映画で出たり撮ったりしてるじゃないですか。10年で変わったからね。ものすごい時代が変わったと思うんです。その頃ってそういう人ってあんまりいなかったから結構聞かれたりとかして、それは単純にもうすごい脚本が面白かったから絶対一緒にやりたいと思ってやりましたって言ったんですけど、でもそこからほんとあれよあれよと、ね、どんどん、ね、短期始まりみたいな、ね、いろんな面白い映画撮って、うん、今回のそのまともじゃないのは金曜日ショーをやるときに、わりかしもう最初の頃っていうか、うん、一回なんか、仕掛けとかいろんなものを全部脱いで、うんうん、一回手ぶらな映画作りましょうみたいなところが始まったんですよ。特にこう粉子とか、で粉子とか選びが悪いってこう、なんていうかね、主人公が目的を失っていくというか、あるいはひなさんに転がっていくっていうものだったり、で特にあの粉子のミキ、相手のミキとか、この粉子は男選びが悪いって言ってるのはミキのセリフでもあって、で、私が分かってるみたいな感じから始まるのって、結構さ、バディモノとして、バトモノ
近いというか、なんかそういうこうラフに一回力抜いて肩の力抜いて、なんかラフな手ぶらな感じでいきましょうみたいなところで結構お話ししてました。頭はね、ずっと歩いてるから座ってしゃべってる、会話ですもんね。本当に成田さんと清原さんの会話でずっと物語が進んでて、すんごい量のセリフじゃないですかね。すごく入ったよね。いや、私やっぱり役者として見る部分があるから、はいはいはい、本当によくこれだけの量のセリフを頭に入れてこのテンポでやれるなって思いました。しかもあの二人ってあの頃、いつ撮ったんでしたっけ。一昨年ですね。そう、成田くんは清原ちゃんももうなんだかんだで、ねえ、いろんな作品を発弁とか発弁やってます。そんな長いのとか喋っちゃったりとかそうしてる人ですよ。よくね、本当役者なんかするそれあれですよね、それはもう田中さんも恨んでくれると思って。いや、でも田中さん、そういうオーダーをしたんですよね。そうですね、ずっと人しか喋ってるみたいな、なんか意味のない会話をひたすらやってくださいみたいな。そうですね、設定を最初に作って、で噛み合わない掛け合いというか、まあいろんな作り方映画があると思うんですけど、はい、なんかそういうやり取りを、まあ、最初の方に作ってたんですよね。だからちょっと作ってみたんですよ。だけどそれも筋としていけるかなみたいなところがあった時に、でも素直に面白かったんで、じゃあ噛み合わない掛け合いを、まあ、90分で100分ずっとじゃあ続かないのあったら見たいじゃないですかみたいな別に誰からも求められてないんだろうけど、なんかちょっとやってみたくなるっていう気分というか、そこが多分自主映画というか、こんな男選び悪いのってこそだったんですよ。この時ってなんか自主映画、まあ、ちょっと時代だと思うんですけど、わりかしこう、なんですか、まあ、セリフはなるべく少なく動きで見せるのが映画だ、まあ、もちろんそういう良さもありますし、いろいろ言われたんですけど、結構僕らっていうか僕佐賀さんが結構逆らったのが、そのファミレスでみんな喋ってるのになんで映画で喋っちゃいけないんだよみたいな感じのこう反抗があったりとかしてる時があったんで、なんかあの頃の気持ちでやってみようかみたいな感じの、ただあの書いてて出来上がってて盛り上がってる中では、どっかで僕らは成立しないなこれって思ったんですよ。実写映画でやろうかなと思ったのもあって、すごくないですか。いや、でもそこで成立させたプロデューサーがすごい、まあ、根前特許のあ、まともあ、そうそうそう、あのプロデューサーですね、だから部屋とかも全く出てこない。そうで、お互いの生活とか、なんかバックボーンがあんま見えないですよね。見せずに掛け合いを通して、人物像がどんどん見えてきて、この辺りが生まれてくるっていう、もうこのドライブ感を目指そうみたいな感じで、この映画だけの味わいでいいじゃんみたいな、でもそんなもの多分求められてないんだろうけど、だけどやってみようみたいな感じで。やりたいからやるっていう、なんかそういうのが、いわばそのノリみたいのが、すごい大事だなと思って。映画作りですよ。ね、そのものだと思うやつ。面白いものを作りたいって、ね、そう、そうですよね。それでどんどんね、そうやってプロデューサーが出たから、そうそう、したいと思って、いろんな人が、本当にありがたいですね。面白い、やってみようって言って、こうやってね。あ、そうですね、役者がそこに存じてくださってるみたいなこと。すごいですよ。だってすっごい早く終わったんですよね、時間も。撮影が。撮影が、はい、そうですね。なんか、それぐらいで。あれ、本当は15日撮影だったんですけど、1日早く終わっちゃって。ありえない。ありえない。そうなんですね。なんか毎日早く終わったんでしょ。そうなんですよ。いや、ないですよね。いやいや、僕は別にそんな気はやらないんですけど、そうそう。あのこんなにセリフあるのに。そうなんですよ。立ち上がりが早くて、段取りもだからそんなにせずに、すぐ撮影本番みたいな感じでやっていくと、頭に過ぎちゃうと漫才みたいになってしまう形になりやすいので、この子もそうですけど、ちょっと若干観察的な視点もあるじゃないですか。だからあまり頭に過ぎないように、でも2人がうまかったんで、そこをあの空気をつかむ撮影をしてたら自然と早くなるじゃないですか。一回その予備校のシーン、でも一日やってるんですけど、全部で、多分日が暮れて、あの照明作んなきゃいけないって用意してたんですけど、午前中に終わっちゃって9時間負けになっちゃったんですよ。あります、9時間負けなのよ、聞いたことない。なんかそういうのある。いや、ないです、ないですよ、ないのと、みんなちょっと思い出していただきたいんですが、あの予備校のシーンって、もう最初のシーンとあるじゃないですか、あの最初のね、なんか2人
けど本当すごかったです。もう清原さん、僕で毎日やりましたもん、プロデューサーに。いやすごい。大丈夫、ちゃんと撮れてる。それで、もう早く終わりたいみたいな感じじゃないですか。ですよね。逆で心配されるっていう。あ、本当に撮れてんの？大丈夫か？もうちょっと粘った方がいいかな。でも手を強くしないとね、特に。そうですよね。やっぱ会話劇だし。それはあるかもしれない。何回もやればやるほど面白くなくなっちゃうかもしれない。そうですね。まあ、もちろんそのやっててやってて、まあ、わけわかんなくなる状態になって、それを乗り越えてっていうパターンもあると思うんですけど、なんかやっぱり最初のこう、なんかな、あ、でもこう2人の掛け合いを通して見えてくるものなんで、2人のなんか空気感が、立ち上がりがお互いが近かったなと思います。もちろんどういう役者さんの芝居も別にやればやるだけこういろんなものが生まれてくることもいいですし、別にテイク重ねることがもちろん良さもありますからじゃないですか。その人の良さもあって、早いことが正しいってわけじゃないんですけども、2人ともなるべくこう最初のこうポンっていう2人が面白かったというか。なるほどね。大野のためにやってるんだけど、本当は霞が自分のためにやってたっていうね、あれそこのことがね。そうですよね。清原さんの役とか特にこうずっとうまくいかない役というか、ずっと負けちゃいなんですよね。成田氏、あ、要はね、大野に普通を教えるとする、うん、だけど普通がわからないから理屈が全く通用せず自分に入ってきちゃうというのを永遠繰り返されるっていうので、理屈の鎧みたいな弱い自分を隠すための鎧が全部剥がされていくっていうよう なんか不思議なこうバトル構造みたいなものをコメディとして、でもその広がりとして見せていくっていう作りやって、そこも気持ち作っとかないといけないしみたいな、コメディ頭おかしくなりますよ。面白い。幽霊建築域はこれはあれだったんですか、背徳映画祭っていうのが当時ありまして、はい、それ背徳なものを撮って背徳映画祭、それなんですよ。それで3日後に役者さんを6人抑えて、うん、内容何にも考えてなくて、うん、やばいと思って前日に高田さんのところに行って、うん、当時は屋上のプレハブ小屋に住んでたんですよ、高田さん、うん、そこに行って、すいません、今日一夜でなんか考えましょうっつって一緒に、え、何での6人って言って、もういいよ、少しずつ出すともう大変だから一気に出そうっつって、そこで書いたんですか。とりあえずどうする、天才だ、ライター、あ、そう、私のなんだけど、え、そうだっけみたいなやり取りを永遠やりながら、はいはい、で、これ何のために歩いてるんですかねみたいなことを言いながら、まあ、こういうことかな、いや、こういうことじゃないですかみたいな感じでやって、一日で駆け上げて、夜に通って、すごい、それを一晩のお話として、なんか、いや、天才じゃないですか。いや、行き当たりばったり。なんとかなっちゃうって思っちゃう、いい加減なところです。いや多分、ね、でもなんかすごいこうパンとやりたいと思ったら行くんですよね。だって監督になっちゃったんだ、うん、なっちゃった、そうなんですよ、うん、そう、ね、さあ大事です、うん、そうですね、頑固ですけど、頑固なの、あ、そう、柔軟ですけど頑固だと柔軟っぽく見える、両手でしたね。ネズミにいろんなこと
ずっとやってたからスタッフいないからそうそうそうやることが多くて全部やんなきゃいけなくて、うん、そうなんです大変だったんですよこの子のことでなんかキャストも多いじゃないですか、うん、いっぱいいてそれもさばかないといけないし、うんうん、なんか部屋を貸してくれた方の、うん、最初の部屋のシーンで、はい、あの冷蔵庫のコンセント抜いたままにしちゃってて、はい、手撮影終わったのめっちゃ2時間半制作させていただいて本当だってね、アイスクリームかけたら溶けちゃうわけでしょそうです、ね、冷凍の魚とかねいや、申し訳ないことしかないちょっと抜けたでもその後に、舞台挨拶とかそうですね、その後、そうですこのコナコ撮って、水戸映画祭みんなでね、大人数でね、乗り込んでグランプリ撮ってわーってなってその後、ヒズはチケコンをしてなんかこのテアトル新宿で上映、ねはい、されたんですけどその時、本当なんかそうです、ね、大きくて舞台挨拶したから映画見た人、本当に、ね、誰だそう、本当そうなんです、誰ってなるし、うん、いっぱい男の人出てくるから、はいはい、本当誰の誰のみたいな吉岡さんとかそれすごい言うから上の子かなとかすごい言うえ、違うよね誰かしか結婚してない違う違うそうじゃないで禁止だったとかそういうわけじゃない全然ないですけどそうそうそう吉岡さんとかが冗談ですがすごい言うから誰の子ですかみたいな2007年みたいですね、そうだでずっともう今ずっとねあのお母さんですよこう子育てをしてそうですね、前田監督の作品をと出会ってシアターカフェを作ろうと思ったっていうことを聞いてましてではあの前田監督とか、はい、それから小澤さんとか、はい、こう映画、まあ、さっきあの宇野さんの話がありましたけど、はい、こう映画にこう系統していくというか、はい、そういったまあ役者だとか系統していくきっかけっていうのはなんか映画この映画だとかこの監督だとか、ね、なんかそういうのがあったのかなと思ってまず映画を最初に好きになったのはやっぱ子供の時が強いですかね、うん、やっぱりあの僕の年だと何ですかね子供の頃こう洋画劇場とか、うん香港映画ブームだったジャッキー・チェンとかサモハンとかでアクションでコメディだったりするじゃないですか、はい、で、かたや霊言同士とかもあって、はい、ホラーに行くわけですよね、はい、そこからなんかそう、一つのこうエンターテイメントが全部揃ってたみたいなのが香港ブーム、うん、それで劇場で初めて見たのがスパルタニックスでもそのアクションからこのスタローだったり行ったりで霊言同士からこのバタリアンとか、うん、なんかホラー映画っていうのが始まりなんで、ジャッキーが多いですね。一番最初は。そこからまあ映画、いろんなこう、そのいろんな映画を見始めたのは、ジャッキー、ごめんなさい、僕経歴が変なんですけど、出身が島なんですけど、三重県でちょっと美容師になったんですよ。で、2年、3年近く、まあ、住み込みみたいな感じで働いてて、それで東京をやってきた時に、そうするとさっきの新宿スタイルでアドバイスしたんですけど、そこでビデオがその借り放題というか1日3本まで借りていいみたいな、ね、毎日借り手を返してみたいなのがあったりあと当時 VHS なんですけど監督コーナーっていっぱいあるんですけどあのラベルが貼ってなくてビデオにタイトルを見たら誰の監督で何とか全部覚えなきゃいけなくてで自然と覚えていくんですよで4回は洋画で5回は多かったんでそれをなんかこうしていくし、うん、あと映画好きがみんないたっていうか、そこでいろんなことやっぱり面白いと伝えたくなるので、いろいろ聞くわけですよね。その中でこうハマっていったりとかするとき、うん、結構僕はその時好きだった森崎さん、森崎東監督の映画だったり、新映画だったり、あのそういうのありましたね。なんかそこで結構バーッと見たって、ね、あ、高田さんと仲良くなった、なったのも森崎東監督。そう、手伝いに行ったときに、僕は録音で手伝いに行ったんですけど、高田さんの現場に。そしたら、森崎さん、森崎東監督のファイルが置いてあって、おーっと思って、読んでたら、え、森崎さん好きなのみたいな。
まあ、就職先がなくて、そう大学も行けないって言われて、美容師さんがこう、まあ、とりあえず東京行こうかなって言ってビデオさんに行ったのが始まりだったんですよね。でもなんか前田さんに言ってるのが、はい、漫画を描いてましたね。知ってます？学生の時にらしいですよ。学生中学の時、中学生の時に種子島の出身なんですけど、すっごいちっちゃい島なんでね、中学生が漫画描いて、それなんか賞取ったんですよ。掲載だったんですよ。すごいないですか？それって書きます？それはどうしてそっち行かなかったの？もう調子乗っちゃうじゃん、やっぱりそうやって思ったら。いやだからお金欲しかったって思ったりして、でだからなんかまあ考えることが好きだったんでやってって感じでしたね。中学3年生すごくないですか？中3でですよ。じゃん、ジャンプに掲載されちゃうんですよ。いやいやいや、あれでも、ね、投稿しようっていうのもすごいですよね、そういうことはね。だからそうやることがないなかった島で、映画館もなかったんで、はい、あ、だからもうテレビで、あの金曜ロードショーだった。映画見たかった、あ、中1ぐらいまであったんですけど、中学校2年、僕バックトゥザフューチャー2待ってたら、うん、なくなっちゃって、もう来なくなっちゃったんで、鹿児島マジン、鹿児島で見に、ね、いろんなものを見に行ったんですけど、うん、つまらなかったら損じゃないですか。でも何としても絶対楽しもうみたいな感じで、船で渡ったりとか、船に乗って見に行くんですね。どんなにつまらなくても別に面白いって自分がどう解釈して面白く書いてるか、自由だ。すごい、もったいない。思い返せば母がすごい映画好きだったんですよ、うん、であのレンタルビデオ屋さんで借りて1週間分ぐらいなんか借りて、うん、それをなんか見てまたレンタルビデオに一緒に行ってみたいな、うん、なんかそういう人だったんで母が、うん、だから映画をすごく見る習慣っていうのは多分母のおかげでついたんだと思う、うん、ただ洋画とかそれこそ香港映画とかばっかり母が見てたから本ができてから、誰がいいかなみたいな感じでこう考えたときに、うん、まず大野の役で、うん、まあ、成田獅子が浮かんで、うん、あ、なんか無理なくいけるなっていう感じが、うん、まあ、なんかどうかそこそこなくはあれじゃないですけど、うん、まあ、直感というか感じがあって、はい、で、霞役が分かんなくて最初誰がいいかなと思ったときに、うん、ちょうど「あいうた」っていう映画がありまして、あれの試写があったんですよ。早くちょっと見てみたいなと思って見に行って、で清原氏がすごい良くて、もちろん役柄は全然違うんですけど、まあ、今回あの掛け合い2人っていうような感じの世界だったので、なんか成田氏とあの清原氏がこう掛け合いしているのは絶対面白いなみたいな感じの、そういうごめんなさい、ほんと直感でしかない。でもそう思った通りにキャスティングできたのはまたすごいですね。ね、いや、そうですね。いや、本当、いや、本当ですよね。いや、そうそう。だから好きに書いたものが、そう、そういうふうにはまっていくっていうのは、本当にないんで。いやいや。いや、そこはちょっとね。で、お二人もね、もちろん結婚を選んで、そうですね、決めてらっしゃるから、あれたくさんオファーが来る中で、ね、きついよ。ね、それで選んでやるって二人も思ったんだばっかり、すごい。チーズの辺、雪坂さんがゲートやったわけですよね。あ、多分その撮影が終わった後ですね。後ぐらいで、僕が知ってる何かのコードブルーでしかなくて、おだから愛がなんだか、これから公開するぐらいの時だったんで、あ、なるほど。
清原俊吾さんも撮った曲のイメージと違うなんかところ見たいなとか、成田氏も多分違うところ見たいなっていうところがうまくこう、で同時に2人の掛け合いが面白そうみたいな。成田氏、清原氏ってんあんまくんづけって言ってなくて面と向かってもそうですね、なんか韓国の人みたいね、なんか清原さんいます、清原さんですよ、清原氏とか言ってなんかこうね俳優さんを呼ぶときに、いやそう、ああそう、俳優さん呼ぶときって難しくて、最初じゃないですか、この後言っちゃうあれかな最初にタメ語で喋ったら、さっといこでいけるんですけど、途中で切り替えるのがすごい嫌で、そうするとみんなに敬語になっていくんです。でも橋本環奈ちゃんは環奈って言うんですか、ね、そう、それはなんだろうね、だからそうな、ね、最初のなんかインスピレーションというか、来るのかな、彼女は逆に気使わせない感じです。小田さんです、小田さんですよね、距離が全く距離のもん、あ、そう、あ、そう、あ、ずっと敬語ですよね、ずっと敬語だ、小沢さん、じゃあもうちょっと今日きっかけにね、こう、眉とか、お、眉、絶対呼ばない、それはどうかですよね、いや、なんか難しいですよね、タメ語、敬語問題って、誰かは、誰かが言ってたな、中学生まではタメ語って言う、高校からは敬語でいいんじゃないみたいな感じだけど、まあね、監督のフランクさんにとってはみんなタメ語で喋ってる方がやりやすいっていうのもあるし、まゆちゃんは監督はまあ監督だよね、監督、そうです、あの撮影中は監督ですよね、まあ、監督って呼びますけど、もうなんか撮影終わってったりすると結構、共演者が例えば役名に呼んだりとか、それはね撮影中は呼びますけど、そのまま、まあ残るんじゃない、苦労したところとか、ここはちょっと撮り直した回数が多かったかなっていう、なんか一つ苦労話がある。一番苦労したのは実は歩いてるところが引っ張りなので、横のシーンですか、坂道の、坂道の降りる方、早く、あれもカメラマンが車椅子みたいに乗って、こう後ろを背負ってるんですか、ちょっと力緩めちゃったと死んじゃう、これだって言うんで、それでスピードで、しかもなるべく役者さんに自由してほしかったんで、スピードも変えずに、あ、結構歩くスピードで、速く喋るスピードも変わったり、動きがあるので、あんまりゆっくり、あえてゆっくり喋りながら、早口っていう、無理なくさせなくて、だから自由にやらせるためには、こっちをもうスピードでそのまま乗らなきゃいけない。これ結構大変、品種も含めてっていうのはありましたね。いやいや、本当にあの今日はあの映画も見ていただいて、今回のこの後はここでリレー建築リティも見ていただきまして、本当にありがとうございます、嬉しいです。そうですね、あのぜひまた君をもう一回ね見に来ていただくと、今日ね聞いた話を踏まえてまた楽しめると思うので、ぜひ見ていただけると、私言ってませんけど、あの宣伝宣伝みんなで宣伝してこんなに面白いんだもん、いただけると嬉しいです、ありがとうございました。